ていくぞ。マヤの好きはガチなウマ娘、ハージマールよ。ということで今回はガチ勢な視聴者アニキさんから要望が多かったマヤのトップガンさんを紹介します。視聴者アニキたちはマヤのちゃんの花嫁姿は引けたかな？再現を信じてガチャを回し、君もマヤのちゃんと結婚しよう。やばいわよ、ガチャが無料。タズナさんオッスオッス、ジェミニハイはもう少し勝てそうな組み合わせでおなしょす。いや待て、この孤独なシルフォーエッテは大成功だね。さて、お次はマヤのトップガンさんのプロフィール紹介です。誕生日が3月24日。身長は143センチ、体重の増減なし。3サイズ B76W51H73。CV は今村彩香さんでしたが、ご本人様が声優活動を引退されたため、現在は星谷美桜さんが引き継いでおります。公式の紹介文では、甘えん坊でやんちゃな天才少女。父がパイロットのため、航空機用語をたまに使う。大人の女に憧れているものの、目の前のワクワクに惹かれる子供っぽさがついててしまう。また驚異的な直感力、超人的なセンスを持ち、その場における正解がすぐわかる、と紹介されています。マヤノちゃんはアンサートーカーだった。終盤覚醒するまでの圧倒的戦力不足から覚醒して強強になるのほんと好き。初期馬王がデメリット付きギガノとどっこいどっこいとかやばいわよ。視聴者アニキたちはダッシュのどのシーンが好きかな？学年は中等部で、得意なことは大抵のことは何でも、苦手なことは隠し事です。嘘をついた場合は、尻尾が激しく揺れるそうです。ペロ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 。これは嘘をついてる味だぜ。そそるぜ、これは。現在、花嫁姿のサンライトブーケ版もガチャで登場していますね。最後は中等部ならセーフだと熱いメッセージを伝えてるんだ。どけ、僕は旦那さんだぞ。あげません！さて、お次はボイスを聞いてみましょう。うるさいですね。養豚場ですか？マルゼンちゃんの真似したら大人っぽく見えるかな。ちょびりぐー、なんか違う。大人というかおばあなんでもないです。飛行機雲、パパの乗ってる飛行機だったりして。メイデイメイデイ、マーベラース。マベチンの真似だよ。一緒に遊んでたら覚えちゃった。マベチンスコ。トレーナーちゃんと一緒なら何でも楽しくなるって思えるの。こんなの初めて。今なんでも。今度のオフにね、ゆきっぺとおしゃれ研究に行くの。トレーナーちゃんも来る？僕も混ぜてよ。こんにちは、マヤや。どうどう、マベチンと流行らせてるんだ。トレーナーちゃんも使っていいよ。あやや、あやや。この服かっこいいでしょ。ちなみに今かっこいいって言うと、マヤ検定3級合格でーす。マヤ検定3級のおかげで彼女ができました。飛んでいけちゃいぞ。トレーナーちゃんもちゃんとついてきてね。ついてこれるか。マヤ分かったよ。どんなことでもやる意味はちゃんとあるんだって。少し大人に近づけたかも。自動フォルダの整理は大事、たとえその後使わなくても。春って何か始まりそうでワクワクするよね。いい陽気だし、楽しいこと探しにテイクオーフ。トレーナーちゃん来た来た。じゃあ買い出し行こっか。へえ、デートかよ。ね、こうやって待ち合わせすると恋人同士みたいじゃない。こちらもガチにならねば。なんて無作法というもの。ドキドキした？マヤのこと意識しちゃったでしょう。した。大人の魅力で翻弄作戦大成功だね。はい、マルゼンスキーよ。なんだこの大人の魅力に溢れたフェデリグは。マヤのトップガンさんは芝A、中距離 A、 長距離 A、 逃げ A、 先行 A といった長いレースが得意な馬娘ですね。作戦に関しては逃げで育成した方が育てやすいと思います。実際にその走りを見てみましょうか。ちょっとマヤのちゃんの育成難易度は高いから、フレンドにダブルターボ勘でこう借りたぜ。これでもう何も怖くないな。よし、今日もトレーニングだ。テイクオー。この頃負け続けてるからな。終着勝ちたいな。菊花賞を制し最強の称号を手にするのは誰だ。3番人気はこの子です。ここ日本のブルハイレグに見える。評価は少し不満か。2番人気はこの子、シンボリルドルフのションボリルドルフ。主役はこの馬娘を置いて他にいない。サツキ賞馬娘マヤのトップガン1番人気です。失礼だな、純愛だよ。残りの1冠を手にすることはできるか。ゲートイン完了。手遅れないに下級員の魂をかけるぜ。
今スタートが切られました。ロキゼで遅れるのー。綺麗なスタートを切りました。これダークライの仕業です。そんな理屈は通らないよ。セイはセイウンスカイ、マヤのトップがミホのブルゴン、セイウンスカイ会長に飛ばしていきます。会長だ会長。今回のレースは逃げが3人もいるから戦闘争いが激しいね。続きましたマヤのトップが早くも激しい競り合い。後方確認よし。5番4番手そして残り 1000m の危険です。そして外目を切りました16番。大丈夫、ここから入れる保険あります。ゴールドシップ追走。少し後ろから12番、少し離れて10番、それを見るように3番、少し後ろから17番、セイウンスカイ落ちてる。先方進みますが、これは正解でしょうか。セイウンスカイ彼女の客室には合っていますね。依然としてセイウンスカイ第4コーナーを進んで直線へ向かう。いや上がってきた、上がってきた。最後の局面です。マンハッタンカーペン、ここで抜け出した。勝負は最後の直線に持ち込まれ、ものと盾が抜け出した。前を狙っているぞ。宇宙の心理か。モード反転、ミラコード、ザ・ビースト。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのはマンハッタンカーフェ。食い下がるスーパーフリー。カフェちゃんの歩幅、いつ見てもでっかい。マンハッタンカーフェ、これは強い。200を通過。ここからは MK。マンハッタンカーフェ、リードは3馬身。前方は以前。マンハッタンカーフェ、マンハッタンカーフェ、足の衰え。カウン、カウン。マンハッタンカーフェ、今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。勝ったのはマンハッタンカーフェ。これが悪いんだよ。もう二度と負けねえから文句ねえか。海賊王、有馬記念、あなたの夢、私の夢は叶うのか。現在一番人気は成田バレー。レース中にコースを砕かないで。菱山ゾン、サツキショウ馬娘、マヤノカップ、3番人気です。下克上は起こりうるのか。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。マヤノちゃん、スコスコ侍、現地に入って体勢整いました。マヤノちゃん絶対で遅れないでね。絶対だぞ。ドボジゼで遅れるのー。大丈夫ですよ、まだ慌てるような時間じゃ。あん、有馬で有馬で電風まで溶かす人の顔が見たいよな。なーに、ちょっと致命傷を2発食らっただけだよ。慌てない慌てない。ちなみにここに来るまでの間にやる気ダウン連続とか 8% 練習で失敗、連続とかに悩まされ、頼みのネオアームストロングサイクロンジェットアームストロングターボちゃんのイベントも初回で失敗打ち止めとなっちゃったのよね。卑怯者は、ミツたちは逃げ馬を育成するときはサイレンス鈴鹿ちゃんとマグナムターボ、どっちを借りるかな。そろそろ SR カンデコが1枚欲しいところですね。でもキャラガチャ回すとサポガチャに回すジュエルが残らないぐえー。こうなったら競馬で馬娘の軍資金を貯める永久機関を完成させるしか。おい、その先は地獄だぞ。2馬身3馬身開いて成田ブライアン6番追走。なんとか先頭にいるけど、さらにグラスワンダー、それを見るようにメジロライアン15番続いている。1馬身差5番、1馬身離れてシアマゾン1馬身差ゴールドゴルシちゃんもいるじゃん。またゴルシジュエルください。12番少し後ろから8番、さらに11番2コーナー回ってマヤノちゃんのもろ出しをへそと太ももは鋼の石でいちゃう。ライバスアーレット、そしてその後方には9番残り 1000m を通過成田ブライアン。そろそろコース下っそう。馬娘が日曜朝枠だったらバトルレースになってたと思う。稲妻イレブンみたいに。成田ブライアンさんが攻めてきましたよ。僕に構わず逃げてくれ、マヤのターボ。外で11番、そして最高峰8番、ここで一気にハイサイ。差を詰めてきた。第4コーナーを進んで、ハンターハンターの連載再開時期が。行きなさい、シンジ君。誰かのためでない。あなた自身の願いのために。中山くんは短い。逃げろ逃げろ。ブーチだね。やったー。見事な勝利です。夢のグランプリを制したのはマヤノトップガン。年末最後の大一番を制し、栄光のセンターの座を手に入れた。ランディー愛ちゃん大勝利。さらにその後の成田ブライアンさんとの激しい一戦は続きます。ここからスタート。負けるな。このまま直線での争いになるのか。有効まで400。最後のコーナー、先陣を切ったのはマヤのトップガン。成田ブライアン。回復中。成田ブライアン。足は衰えない。先頭二人の競り合いだ。200を通過。マヤのトップガン。食い下がる。上がれ上がれ。リードは1馬身。差を詰めてきたマヤのトップガン。成田ブライアン。マヤノちゃん一定難しい。難しくない。
もう二度と負けねえから。今スタートが切られました。負けたと思った。残念、マヤノちゃんの勝ちですわ。マヤノちゃんの胸、ね、よく見るかちゃんと揺れて、なんでもないです。目でも楽しめるぞ。2番手につけ、様子を見る。インチガチャの極意が。負けるね、マヤノちゃん。ゴールは近づいてる。あげません。ペちゃんに抜かれた。先頭、2人の競り合いだ。先頭、スペシャルウィーク。しかし、その差はわずか。マヤノトップが並んできた。マヤノトップが完全に抜け出した。こちらも抜け出さねば。無作法というもの。譲らないか。リングを開いていく。マヤノトップが。よっしゃー。マヤノトップが。今一着でゴールイン。マヤノトップが。秋の三冠達成。秋の G1 戦線を勝ち抜き、見事歴史に名を刻んだ。ランディングキース、マヤシン大勝利。ちなみにアイコピーは妖怪って意味なんだって。そしてプリン URA 準決勝まで来ました。そや実力を出せるレースとなりそうですね。実力を上げません。お本人は言ってない説。スペシャルウィーク実力は負けていない。はいはい。2番人気騎士アマゾン、注目の秋の三冠馬娘マヤノトップガン。ガキ好きのガキ。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。出遅れ対策の集中力はバッチリだぜ。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。さてさて、まずは鈴鹿さんと先頭争いだね。今の通りの結果を出せるか。一番人気スペシャルウィーク。さあ激しい先行争いで前に出る。ボーナー出してるんじゃないぞ。サイレンス鈴鹿並んできた。マヤノトップガンとサイレンス鈴鹿序盤からやり合っています。ハイペースで流れる展開もありえますね。第1コーナーはマヤノちゃんの一定難易度は高いと思うんだけど、卑怯者は道先はどこでつまずく。鈴鹿さんがやりきってくるから怖いのよね。シアマゾンペースが速い。かかっているようですね。サイレンス鈴鹿まだリードをキープしています。絵は下手やで。これはさらに2番、その後ろ1番。第2コーナーを抜け向こう正面に入った。依然としてサイレンス鈴鹿。続いてマヤノトップガン。それを順位が下がってる。下がってない。そしてヤバいのような1番ソトチもありまして、アグネスタキオン。それを見るようにスーパークリーク、少し後ろから8番ソト、ライキシャトル、さらにソト、シアマゾン。それを見るように14番キッキヨシ、少し後ろからメジロライアン。一番審査スペシャルウィーク、その後ろから17番、そして16番。それを見るように15番、後方2番手に9番ポツンと1人、5番意気揚々と先頭。誰か鈴鹿ちゃんを止めてくれ。どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。先頭は依然サイレンス鈴鹿、ガンマシンリード。第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ合わせるような時間じゃない。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。 USB 差し込み時の裏表がっちゃった。いっけー、僕のガルダイブル。最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。サイレンス鈴鹿なんて速いんだ。まるで壁のようだ。サイレンス鈴鹿先頭は上がれ上がれ。これは次残り2曲。先頭は依然サイレンス鈴鹿。サイレンス鈴鹿足色は大人の後ろを突き放して。鈴鹿ちゃん早すぎるって。でも僕には必殺の時止め目覚ましがあるから、もう何も怖くない。なんか静かですね。街の中にはギャラルホルンもいないし、ロングとエライチなんだ。リードは1馬身スーパークリーク、足色は衰えない。200を通過。メロンブエースもないか。追いすがるスーパークリーク、突き放す。先頭はスーパークリーク。お見事スーパークリーク。3番手争いはメジロライヤー、ヒシアマゾン。これはすごい。1着はサイレンス鈴鹿。見事な走りで勝利を集中に収めました。羨ましいよ。俺の夏休み終わっちゃった。マヤノちゃん一定のアドバイスください。惜しい。次は一番になるよ。俺が悪いんだよ。俺は悪くねえ。俺は悪くねえ。シャミ子が悪いんだよ。悪くない、悪くないですぞ。悪くなかったぜ。俺のせいだ。すいません、許してください。何でもしますから。これはジェミニ廃用に相手 B ランクに抑えてるんじゃ。インシガチャは悪い文明。マヤ頑張ったよ。褒めて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 。お前がナンバーワンだ。ということで今回はここまで。動画更新のお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねと高評価を押してもらえると嬉しいです。
あと次に紹介してほしい馬娘がいたらコメントしてってね。さて、この動画を最後まで見た君たち、中東部に手を出すのは半分犯罪だから気をつけようね。あと今回はファンアートをケロレスと兄貴に、サムネをパルタネル兄貴にお借りしました。ありがとナス。では、さらばだー。